九州は中洲に来たんですけども、
まさか豪華なんだかどんなかビジネスホテルの職員全員がシングルのルームっていうね、初めて呼んでみました。40歳になって初めて出前頼みました。最近ナオさん MC で着地点ないよねって言われるんだけども、オチが知りたかったら直接聞いてくれ。まあもう二度と頼まれないなっていうね。今日、千葉いいじゃないか、そんな年齢を言い訳にするんじゃないよ。年齢なんてたかが数字、大事なのはどれだけその数字を加算していくかっていう過程であって、いくつになったっていうのはただの結果論しかするな。言い訳するな、自分に言い訳するな、言い訳をするな、言い訳をするな。
齢じゃねちょっとささやいてね、直ちゃんね、今ね。さくてね、もういいさっきまでさ、言い訳すんじゃねえよみたいな、そんな曲やっといてさ、はい、言い訳してるよね。いい年齢じゃねえんだよ。年齢じゃないよ。はい、したくなるよね。そこに、まあ、月並みですが、物販いろいろバンド置いてあるんですけども、フォーサート群馬でやってますけども、まあ、ホームにしてるのは栃木の足利ってところが大体やってるんですけどね、そこに、ピコっていうライブハウスがありまして、足利、ローカルだからね、いろんな、バンドがありまして、そこで、無料で配っています、オムニバス2枚組、そこに置いてあります。もしよろしければね、千葉でこれだけ盛り上がってるあれであれば、北関東、群馬、足利、栃木、ね、そういうところでもこういうシーンがあるんだというのをね、聞いてもらえるきっかけになれば、いいと思います。フォースアウトが全部で26バンド入ってるんですけども、目立ちたがり屋なんてね、フォースアウト、俺なんかだけライブバージョンね、検索してもらったんだけども、ね、レコーディングする金がなかった、ただそれだけなんですね。まあ、せっかくだからってね、俺の MC も入っちゃってるんだけども、うん、まあ何が言いたいかっていうと、こういうことよ。やりたいことやる前にやるべきことがある。やることやってやろう。企画者の花ちゃんありがとうとか、ね、言ったら
お客さんと俺僕たちの出会いが今日の場がきっかけだけだってね。それステージの上からハメちゃんに今日呼んでくれてありがとうって。そんなに打ち上げで言うべきだ。あの、いや、でも本当にありがとうございますね。すごい落とそうとするんだよね。だうん、でも曲だけはビートダウンしてこの前最後まで突っ走るぜ95曲いくぜ次エンカップ28日、熊谷、ヘブンズドアでやります。まれに見るフォースアウトのハードスケジュールですけども、大体の人が今日、まあ、こっちから上から見せている人が今日フォースアウト収めだと思います。ありがとうございます。まあ、来てくれる会員の人がいたらね、僕に直接連絡すれば、ここまで来てくれる大事です。今くだらないネット社会に頼るんだよ、自分で言ってると思うんですけども今日本当、ありがとうございました、最後の日です、まあ、今日せっかくね、ひろき来てるってね、まあ、千葉っていうくらいだからちょっとこう、もしかしたら若干リロー馴染みがあるかもしれないけど、この曲で Just a little miss ありがとうございました。
直でビシッと入るわけですけど、このハーフリング、じらすでしょ。まさか他のバンドの曲で終わるとも思ってないじゃん。ましてや、解散しちゃったバンドで。遅い。まあ、みんなも今年いろいろあったでしょ。いろいろあったよ。全部水に流そうぜ。フォースアウトで全部水に流してくれ。ありがとうございました。ラスト、現実から目を背けない。現実から目を背けない。現実真っ向勝負。最後、エスカロペゾンビ12月7日来てください。ありがとうございました。